楽楽すこやか二股瀬クラブ主催のモルック体験会が5月18日二股瀬ショーグラウンドで開かれました。同校の児童、地域住民ら合わせて36人が参加し、ニュースポーツの魅力を体感しました。多世代交流や健康づくりを目的に広めようと、学校の協力を得て企画しました。宇部市スポーツ推進委員協議会の梶山幸男さんが講師を務めました。同競技は、モルックと呼ばれる木製の棒を投げ、3から4メートル先にある1から12までの数字が書かれた棒、スキットルを倒して順位を競います。得点は倒した本数によって変わり、ぴったり50点になったチームが勝ちとなります。参加者は梶山さんからルールの説明を受けた後、8チームに分かれて試合形式のゲームに挑戦しました。狙い通りの高騰に歓声が上がったり、棒が思わぬ方向へ飛んでため息が漏れたりと、一喜一憂しながら熱戦を繰り広げていました。5点。おー